ダイヤのイケメントーク。おいす。ということで結構今日はメンバーが多いです。多いですね。はい、意外に。あのさ、そうごめんな、あの画面越しで体調悪い感出すのやめてもらっていいですか。バースティーさん、はい、ね、今日4人でやってます。たまにそうですね。そう、はい、ということでヤスがちょっと今日ね、あれなんで頑張っていきましょう。はい、まあ、何この空気になるかな。いや確かに帽子の方、おい帽子の方なんかね、多分ね、安兄さんが多分ね二日酔いなんかな、多分。そうだよ、うん、お兄さん多分二日酔いなんで、うん、そう。はい、みんな元気出していこう。仕事だよ、この後。大丈夫？僕バリバリテスト高いんです。俺多分分かってるのがさ、仕事出る、仕事出る、仕事帰るよな、お前絶対。おお、はい、うん、ということでですね、はい、そうですね、はい、やってまいりました。声引く、これ危ない、チューブが、うん、ナイトチューブが、うん、ナイトのチューブですよ、うん、朝のテンションだよ、寝起きの。あやとは、あやとはね、寝てるんかな。カラオケするわ。うん、すごいすごい、急ですね。急に平日にいいけど、全然別に歌いたくなったんだから、別にね。そういうこともあるな、はい、そうです。声死んでると思うじゃないですか、はい、マイク渡した途端もうやばいですから。ワンチャンじゃあもうとりあえず、そうなんです、マイク渡したと思う、歌わせてみる。はい、なんで寝巻きなのやす。まあ今寝起きだからだよね。俺タクシーで来たね、ここまで。寝巻きって思うんだ。歩けない、もう一人で歩けない。パジャマじゃねえし。なんかヤスのご要望で言ったヤスが寝巻きやで、重くそ。 XJAPAN で、じゃあ XJAPAN 歌うっつってくる。ちょっとしたさ、色が違うっていう。寝巻きや、短いっすね、ヤス。うん、まあ、完全パジャマで来てますけどね。歌舞伎町パジャマで歩けろとか、多分こいつぐらいです。そうだね、全然あるけど、全然あるけど。みんなやってんねっつって。あー、気持ち悪い。うぜぇ、うぜぇ、うぜぇとか言うなよ。まあね、しょうがないでしょ。しょう、他におしっこ引っ掛けたら、あー、たまにあるやつね、引っ掛けねえわ。この色はあかんやつよね。はい、全部しゃべれない、全部しゃべれない、すいません。はい、いや、まあちょっと思いつくことが全部失礼なことなんで、全部しゃべりなよ。思いつくこと全部失礼なこと、どんなにお考えてる。にじむねー。まあまあまあ、てかまあしんくん今日テンションはあれしますよ。ただちょっと今日予定的にはこの後僕ヘアメイク宣材写真撮るんで、その後。そうですね、大丈夫大丈夫、じじいはよし、かかってこいよ、かかってこいよ。そうですね、今日はもういろいろ失礼なこと喋りましょうとやることが多いんで、レムンゴ失礼なこと喋りましょうって、うん、体が持たないですね。はいはいはい、なんでもないです。はい、OK です。はい、OK です。一人でカラオケやろうとしてくる、入れたな、おい。あ、復活したか、あやさん。ああ。はい。まばたき。どうしたの。いや、今日俺テンション高いっすよ。ちゃんと認識されてんなっていうのが。でも、全部って言ってないっすもん、あの人に。寝起きがけ、はいはい、寝起き、血管が切れそうって、俺歌ってくれい。幸せと。寝起きあかんかった。楽しい朝が繰り返すようなものじゃない。あれ、レムさっきミクシャしてた。8時過ぎぐらい。ミクシャした。
いいよ。あ、喋ってていいよ。俺カラオケ歌ってるから。あ、シュールシュール。寝起きでカラオケ歌わなくね。まあね、一応ね、歌わないですね。あの、レム全然喋らんからレム歌え。あ、はい。あ、キスになレムの曲。そう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 、はい。あ、入れた入れた入れた。あ、あ、もう早い早い早い。僕の色落ちてた。あ、まだ頑張ります。そう、まあね、テンポマックスとかありだからね。マジか。お前、金かかってないっすかね。そうだ。あの、いや、関係的な。はい、大丈夫です。まあ、最高だ。どっちやねん。生まれてねえ。1992年って。あ、俺生まれてるわ。俺生まれた年だ。うん。セーラームーンってそんな前なんだ。生まれてないんだよ。いや、こちらさえも多分生まれてないよね。生まれてないですね。はい。セーラームーン。鼻の中で聞いてました、ね。ああ、それでこんな歌えるようになった。はい、あーあ、まあそのなんか歌うイメージはないよね。ルヌンゴ。レムンゴを歌ってるイメージ。まあそれはラストン取れないからですよね。ってる感じだね。ああ、ラストン取れないからですよね。この前ウーバーの PV 見たらまだこうやってたっすよ。
さっきの一人はよかった。殺すぞ。おっと。ダメだよ。おっとおっと。今日はいじっちゃダメだよ。今日ダークダークないだろ。ダークダーク。殺すぞって。見てる。てめえに評価される数字やねんだ。見て分かるったら治安悪いから。そう。今日一元気すね。ダークや相談先生。今日一元気。このやつ大体江戸川区ぐらいしかいねえから。あれあれ。危ねえだろ。おお。あかんあかん。あかんあかん。カラオケ終わったのかって。やばいよ。治安悪いから。いいぞ、かかってこい。めっちゃ結構売られて買うねね。ヘブンヘブンヘブンね。ちょっとさ、カラオケとかやめへん。疲れたもん。大丈夫。どうした。すごいですね。情緒不安定ですね。オナニー、モナニー、オナニー。はい、オナニーちゃった。おーす。何すかこれ。おーす。一緒に抜けてよ。リアルに俺ちょっと一本欲しいな、これ。店の線抜き、まあまあ消えるからさ。なんでこんなにバーになるの。まあビールを飲むからだよ、たぶん。てかさ、これさ、ナイトチームさ、俺らさ、仕事前だからダメなんだよ。ペロペロのテンションで多分行ったら。あー、デラデラだったもん、やばい。まあ面白いと思あるんだけど。まあまあまあ白肌だからね。手つきエロい。手つきエロいってね。マロチ線抜き。ヤス君は今日はどういうモチベーションなんだろう。テンションがいくのか、体調が悪いのかわからんからね。全部全部すごいね。線抜きで何するの。指詰め。どうやってだ。ポイントパンだよね。いやいや、ね、確かに仕事前に放送って楽しさね。ヤクザ線抜きで一発芸って無理じゃない。あヤクザさんも寝てるから。一番ね、無茶振り多分この辺が一番いい。あー、はいはい、やったよ。心配。でも後輩の中でも先輩のじゃ無限さんから。え、何を。この線抜きで一発がやって。分からんわけでしょ。こう考えても。見てよ。ジャパネット高田君にカメラに向かったよ。カメラ向かったよ。ジャパネット高田君にそれを。なんで心配なの。テンションによるからじゃない。さあ、今考えてんの。考えてますけど、ちょっと不適切かなという。大丈夫大丈夫。いい、いけいけいけ。不適切大先生。いけ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 。完全に大体のツイート不適切。え、なになになに。はい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 。はい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 。もうかもか。はいはいはい。急に全然見えなかった。あ、まあはい。もうかもか。あ、中指立てたのバレたっす。いいよいいよ、早く早く。え、ちょっと待って、じゃあ別の考えなきゃじゃないですか。いや、今のやって。今のやってよ。俺らもあんまり見てなかった。せーの、3、3、2、2、1、1。ベロブラシ。うまいねえ。じゃあ無限さんお願いします。いや俺も難しいよ。考えま線抜きでファックいや。すごいすごい、お前歌舞伎町の羽生結弦やん。あ、ありがとうございます。1回転ぐらいして蹴っていいですか。安さん行きましょう。無理だよ。行かないですか。普通に言ったから今日ダークだからか。いや普通に言ったからナイスってめっちゃ思ったです。いつもだったらできるかもしれない、はい、今日ダークだから。今日ダークだ。ダメ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 。体調悪いと機嫌悪いから。ちょ、ダメ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 。ダークダーク野草大先生だな。こんだけさ、線抜きとハサミしかねえと。もう何これってな。ダメダメダメ。メリケン化してきた。ダメダメダメ。うわ、なんで確かにこの線抜きあんだ。あ、居酒屋よりあるわ。あー、メリケンメリケン。あー、方向性入手だって。なんか、今日すごい怖い怖い怖い。今日の放送結構最高パスシザーハンツ。シザーハンツ。やめてもうやめて。シザーハンツ。ちょっと今モノマネだった。あー、覚えてた。覚えてたの。ダイゴさんのモノマネする。ダイゴさんのね。あー、それは気になるわ。で、ダイゴさんが歩いてくる時の音の真似です。むず、それ大体の音だもん。じゃあ、うん。ヤスさん寝てくれた時の。俺の中で誰が一番先輩。俺に決まってるやろ。そりゃそうだろ。どう見てもそうっすよ。そうっすよ、うん、動画じゃ分かんないけど、思いっきり気使ってるからな、この人。いや、隣の俺の神妙な顔で刺してほしい。神妙な面持ちしてや。クロックスできたのが、ほんで神妙な面持ち。そう、見て、クロックスなの。足ちっちゃくね、俺。ちっちゃいっすね、僕めちゃくちゃ高いっすね。じゃあ、ありがとうございます。レムの一発芸で、はい、CM に行きたいと思います。はい。それでは、どうぞ。これ何秒起こすか。3、3、2、2、1、1。これ、安なすぎる。おー
も新人連れてきました。マシュマトランドから来たルキだよ。また絡みづらそうなやつ連れてきたな。お前本当にホステルキャンの。ミツバチルンルンスイートメモリー。ロムジュリー大丈夫かよ。違うか。頭痛い。俺も腹痛いっす。これから着替えるの、うん、後輩はレム君。そうです。テッション引く。レム5。こっちか。生放送に一言も喋らんかったらどうなるのか。シュールだから。マイペン買わないと。は？拍手。いや、やっぱ今日俺は出勤するよ。イエーイ。休んでたらダメだな。でもね、11時ぐらいに行くね。お父さん、ロミジュリなんかあったの？ロミジュリ大丈夫かよ。昨日ね、久しぶりにね、はい、だいぶ前に、はいはい、ABC 大好きホストってやったんですけど、はい、まあ、YouTube 見てもらったら分かるんですけど、それに一緒に出てたもう一人、名前が被ってるヤス君っているんですけど、はい、その人と久しぶりに飲んでですね、昨日、はい、面白かったですよ。久々だね。うん、楽しかった。これ最後にっていうだけの話なんですけれどもね。だから多分失礼なんだね。違いますよ。間違えちゃう。別に昨日営業中普通だったよね。全然使いじゃないよね。うんうん、起きたら今始まってたけど、はい、営業中よ。あ、寝てたわ、こいつ。めちゃくちゃグラグラでしたよ、ね、起きたら今始まってたけど、はい、デロデロだったわ、そうか。デロデロでした、はい、後半から見せて持ち歩ってなって、なんでって思った。で、ヘルプして帰った俺は。あ、そうなんだ、うん、で、ラーメン食ってんけど、ラーメンも全部出た。腹減った。落ちもない話をするんじゃないよ。落ちも闇落ちしたんて。落ちも闇落ちごめんね、いいじゃん。今日なんか逆にすごい知られるでしょ、うん、珍しいですね。大丈夫、別にこんなやつ会うこともないし。怖い。言った言ったわ。嘘だよ。はいはいはい、ごめんな。ね、インスタに載ってたね。そう、ヤス、何あんまり俺の名前呼びかけないで。ちゃんと大先生ってつけないと怒るから。不適切大先生って呼んで俺のことは。ちゃんとそんなことじゃねえ。京都最低男超えてくるな。京都大学だから。そう、ちゃんと呼んで。だってツイッターが俺に言うこと聞かねえんだもん。ツイッターないから。あれなんでなのかな。あれすごい不適切になるから。最悪チンコの画像載ってねえかな。乗っけてないよね、どう考えても。なんで俺自分のチンチンの画像ツイッターに上げてない。頭おかしいんか俺。テンションってなんやね。俺そういうキャラちゃうし。あ、ミスター言うて。やばい、結びすぎやろ。だからもう分かんない。ヤスおい、ヤスをなんだよ。ヤス君めくちゃやる。うん、今日はやんないと思うけど。一回さ、この間の PUBG の画像もう不適切だったら、顔が不適切なのかもしれないからね、もしかしたら。この状態ヤスさんでもなると本体なんでも、あら、うん、はい、本体がうんチンコする。ああ、そういうことね。こっちが顔する。わかるわかる。ヤスにチンコはついてじゃなくて、チンコにチンコにヤスさんがついてる。あー、ヤスオって言うの君。わかんない。あー、そう、多分そうなんだと思う。顔自体がワイシャツハンって受けてるから、わかんないな、多分。ね、顔自体まあ、男性器みたいな顔してるからね、基本的には。尖ってますね。尖ってはないかな。あら、尖ってる。はい、顔文字を体で表現する。はい、今日変な画像来ねえな。な、それはひでえ。え、そうなんだよ、マジだよ、はい、性的な顔してる。まあ、性的な顔なんですよね。あれね、言い方悪いんだけど、色気があるとか、ね、そう、エロいみたいなね。そうめちゃめちゃエロいで、俺エロい顔してるぐらい。ありえないぐらいセックスうまいしな、俺。ありえないぐらい。この4人の中で誰が一番セックスに下手そうなイメージ？レイム。いや、俺多分無限。あー、やった。え、その、どんぐらいスターですか、ちょっと。無限さん10だとしたら。どエロな顔つき。はい。そうだね、なんか雑そうだな。雑そうだな。
脱走っすか。そんなことない。顔つきのこと言ったらひどいって今までずっと言ってたっすね。うん、そうだよ。いや、違いました。確かに、別にいいし。一番テクニシャンって誰な。俺、まあ、多分そうだね。そうっすね、多分多分一番安い、うん、安大先生ですよ。姫でなくファンに溜まってることをシャーッつって。テクニシャン喉取れるわ。さっきの顔がママしてたから溜まってすぎて。うん、テクニシャン安の場合はもう爆発が違うと。テクニシャン顔って誰。テクニシャン顔でもイコールさっき下手。顔って顔だけで言ったらダメだろうね。レムは顔だけで言ったらめっちゃうまそう。ありがとうございます。まあ AV 男優顔よね、お前。あー、確かにそういうことね。一番見ないのテクニシャン。これ画面出た俺。うん、そうですね。テクニシャンのアザスなのか、それは。果たして男優顔って。男優顔若い時の加藤隆見てる。あー、そう、確かに確かに。数こなしそう。黒い顔の人、テクニシャン顔。黒い顔。黒い顔。比較的黒い顔、ここ二人だけど。俺。俺は今日、どっちかと白いからね。黒い。黒い顔。お前だって地頃でしょ、だって。多分、ファンで塗ってなかったら。よくギャルが撮る写真の撮り方。ああ。最近やったらこれ。え、何これ。これやって、ずっとすごい女の子やってる。あの、顎のせるやつめっちゃ可愛くない。白石麻衣。ああ、あれ可愛い。白石麻衣の、うん、このやつ、可愛い。携帯ジローはとりあえず。あ、はい、喋って今。うん、いやいや、目を隠すやつ。あ、そう、うん、やつモザイクかかってるんで。いくつね。やつは速攻行きそう。目を隠すやつ。ソロなのか。ソロってもうその場のテンションじゃないよ。エースフォーかな。ソロってなんだろう。酒入ってたらもう無理だもん。あ、まあ、でも酒入ってると時間早く感じるっすからね。そうか。そうじゃない、タバコとかもあるの早いっすよ。行かなすぎて腰が疲れる。日本人は世界的に見てる。ああ、もう行かなすぎて。でもチンコ立たんからね、俺言っとったら。うん、うん、マジで。やすくん、やってるイメージないな。そう、もうやりちん顔ってことや。やりちん顔って言うて俺そんなやってないで。もう、わ、最初だけやってた。それ、AD やん。無理、ギャル無理やし、キャバ嬢嫌いやもん。俺に対してはもうバーとか出てるから、その帰るの朝方じゃん。そっからよし、セックスしようならんもんな。ならん。朝は朝、ね、帰りてえしかない。誰が好きなの清楚系。今ちょっと、今こうやってたやん、こうやってたやん、こうやってやってるやつ。そう、マジでね、俺のね、チン、俺がチンコについてるくせにね。言うこと聞かへんね。じゃ常にこの状態だもん。もうすぐチンコ立たないと。ずっと体調不良。そうだ、セックスしよう。100円あったらセックスしようってことかな。そういえば昨日誰かに100円もらったな。あ、いっちゃんだ。息子と。いっちゃん100円くれて。息子が反抗期なんじゃないか。本体がさ、学生のって高校生の昨日細細にコンドームもらったんやけど、どういう理由だのあれは。俺一番使いそうだったでしょ。細細とか書いてあるんですよ。細細にコンドームもらったもあるし。100円でやるでしょ、白石麻衣だったら余裕で。最低男で1日5人って言ってたから。あーね、昔マジで5人やってたからな俺。すごない、俺ようできたなと思うもん。じゃあはしごするわけじゃん、うん、洗ってた。あったら風呂入るやん。あ風呂入る。3人目ぐらいからちょっと臭いって私が、お前の口臭いんだよとか言ってるのかな。それは最低。あーやばい、それは言ったことない。最低、最低。それは最低。でも昔な、うん、先輩がおって、うん、でなんかコスプレしてて制服ので、結構綺麗かってんやその子で、多分その先輩が狙っとってんけど、俺を送りでそのままやってんやその子と。めっちゃキレられた。あの狙ってたのにみたいな。私利私欲がすごい。うん、めっちゃ気持ちよかったけどね。チンコ無双かよ。まあね、俺無双するからチンコで。やっぱりチンコ無双は100人切るまで行かれへんのじゃん、1日。やべさ。もうね、そんなにできないね。なんかさ、よくさ、なんつうの、DM とか Twitter とか質問箱とかでさ、何人ぐらい経験人数いってるんですかとかさ、はい、言われるけどさ、お前らじゃあ今まで朝食ってきたパンの数覚えてんのかって話。ジョジョ、ジョジョ、それジョジョのセリフだ。本当に言ってた。覚えてるわけないやん。確かに確かに。かっこいいっすね。今まで食ったご飯粒の数とか覚えてる。覚えてるわけないやん。ディオブランドがいいから。覚えてるわけないから。それと一緒よ、だから。確かに。知らん。
1人かもしれへんし、100人かもしれへんし、1000人かもしれへんわ、0かもしれへんしな。彼にとっては当たり前なんだよ、それ1人で覚えてなんか相当最低ですけど。貴様、じゃあざっと1000人以上ってことで。それは俺の個人差の考え方のいろいろあれだよ、はい、でもまあ想像に任せるってやつよ、いわゆる4人。4人、はい、4人。覚えてるかっつったらさ、もう一番最初の人と最近のやつしか覚えてねえわ。最近やってんねや、怖っ。だって覚えてるお前それは違うだろ。え、それは違うだろ。俺めっちゃ地元のヤンキーみたいな格好してるやん。今頃ですか。今気づいてんけど。内緒ってことね、結局1000回なら全然あるよね。1000回。朝8時9時に帰って誰がセックスしたいと思う。最近ノリノリでやってるのもやっぱ新人の、新人ではないけど、うん、厳しくないよ、ノリノリで、はい、ノリノリでやってるの。ノリノリとかある、複雑な心境です、はい、セックスできるだけでノリノリとかある。みんないつ最近あーセックスできそう。最後にいつやったお前。え、マジな方で言っていいですか。マジな方2ヶ月前です。マジな方で言っていいですか。そうだね、マジな方で言って、マジな方で、はい、マジな方で1週間前ぐらいですかね。25歳学生のテンション出す。え、そんぐらいかな。あ、もう、うん、多分あんま覚えてない。3日前。だって今ちっちゃい子で1週間も3日も1日もあんま変わんなくないですか。2ヶ月は別に変わんない。同じで俺2ヶ月、1ヶ月も2ヶ月も変わんない。恋しちゃったんだ。2ヶ月も違う、3ヶ月気づいてないでしょう。そうなんでしょう。あ、ということで、ね、1分間ですね。こういうことで、あ、お腹痛い。あ、この感じ。あ、違う。あ、うん、この感じ。うんこだわ。はい、どうでしたレミさん。はい、はい、どうでした。最後にボケようかなと。はい、ダイヤのホストの気持ちいいね。レミさん、いや、うん、この感じとうんこをかけてます。はい、ありがとうございます。ということでですね、はい、ナイトチューブを毎回毎回グラグラしてんのにね、見ていただいて光栄ですよ。ほんま光栄ですわ。すいませんでした。来週もなんかやると思うので、ぜひ見てください。ダイヤにも遊びに来てください。はい、最低男も見てください。はい、チャンネルも見てください。はい、本日もご視聴いただき誠にありがとうございます。来週もまた見てね。それでは皆さん、感謝の気持ちを込めまして、アニアス、アニアス。